上野原から見た国部平野国部平野は、鹿児島湾北岸、鹿児島県霧島市中央部に広がる、東西約6キロメートル南北約7キロメートル面積約15平方キロメートルの平野である。鹿児島湾沿岸で最も広い平野であり、霧島市の中心市街地を要する。平野の北側には、白須台地の急斜面。 東側には、式根安山岩と呼ばれる溶岩が積み重なった大地の急斜面が迫っている。平野の西部をアモリ川が、東部を県境川がそれぞれ南流する。およそ100万年前、鹿児島市から早戸町にかけて、この一帯は大規模な湾であり、広範囲に、業界岩及び火災流体積物からなる海清掃の分布が見られる。国部平野は、 鹿児島湾を中心として南北に連なる鹿児島地溝、あるいはアイラカルデラと呼ばれる沈降地形に、アモリ川や県境川などの河川が土砂を堆積させて、できた中石平野である。平野の西部は、縄文海進の時期に堆積が進んでおり、海抜8から12メートルの大地になっている。中央部は、標高の低い湿地帯。 または異例であったが、江戸時代初期に、阿モ川の流路変更によって排水され水田が開かれた。南部の海岸沿いには、干潟が広がっていたが、江戸時代中期に、堤防で区切って東式塩田と呼ばれる塩田が、作られ、1954年以降は、水田となった。1970年代から、工場の進出などによって人口が増加した口下が、進んでいる。 ありがとうございます。